早くしないと、早くしないと、そう、お花はね、早くしないと、本当に本当に早くしないと、カーネーション、カーネーションたち結構長いので、そう、切って花瓶に入るようにしていきたいと思います。これもう、あ、これは、これは黄色だから、こっちに入れるか、見て、赤、こっち、全部赤。あ、もう1個来てます。おいでませ元気さん、ありがとうございます。こい、これ猫なのか、ありがとうございます。わしわいわしわい、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。まだまだまだありますかね、これ多分配信、あ、そうそう、私これ知りたかったんですけど、これ何ですか、これ何のお花ですか、これこれは何のお花ですか、知りたかった。しかもこれね、トゲを、トゲはね、取ってくださってるんですよ。だから抜く時とかに全然怪我しなかったですよ、うん、大丈夫だった。はい、私のここ見せてあげたいけど、もうここ見せたらもういっぱい家の中に映っちゃうからね、ちょっと見せれないんですけど、あ、やばい、花瓶足りないかもしれない。そうだ、私この前も花瓶足らなくて結局ペットボトルに刺したんだっけな、学習しないな。ミニアジサイ、ミニアジサイですか、さっきのやつは。ミニアジサイ、これあんまりお花詰めちゃうとさ、お花とお花がくっついちゃって形が悪くなっちゃうんだよね。これなんかお母さんにあげたい。嬉しいね。ちゃんとお水はね入ってるんです。行こうかな、もしもし、もし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 、こんなに人生で お誕生日おめでとうってお花もらう人生、きっともうこのアイドルしてないとないからね。アイドルしてないとなくないですか、この量のお花もらうって。このガーベラ、これガーベラですよね、どうですか、お花職人さん。まずは赤から、赤から救出しています。やばい、これなんか絶対足らないくない、絶対足らないし、こんなに冷たくない、こんなに、こんなに花瓶に私冷たくないんだけど、もっともっとなんか余裕のある刺し方がしたい。こんな感じです。なんかなんかごめんね、お花たちごめんね、ごめんね。でもお花たち、あの花たちは私が持って帰らなかったらどうなってるんだろうって考えちゃうと、やっぱり持って帰っちゃうよね。あ、こうオレンジだ、見て見て見て、オレンジ
オレンジも赤と一緒に誘うかな。かわいい。オレンジ。あとね、ピンクもあるんですよね。あ、オレンジゾーン。突入かも。ピンクのカーネーション。とりどりになってきました。黄色系そうだな、黄色系も、黄色のねバラもいっぱいね持って帰ってきたんですよ、うん、ほら、かわいいでそう、かわいいでそう。美女と野獣だ、美女と野獣だ。レレレレレあんまり歌っちゃうと怒られちゃうかもしれないな。歌っちゃってるわ。倍になってるよ。あ、この、あ、でもなんかこれ息が減ってるな、これは。で、この子たちも刺さってる。短いから、もしかしてこの子たち短いから開くかな。え、これなんか息さ、手についたら手溶けるとかないかな。ちょっと保留。この子もちゃんと刺さってます、棒に。黄色のカーネーション。私見えなくなっちゃったな。お花はね、まだね、あとこれまだね、10分の1ぐらいですよ。まだ10分の1ぐらい切ってるの。何時だろうな。15分だ。切ればと。すごい手の色が青いお花とかいっぱいあったんですけど、青はねきっとこの染めてもらくださってるんですよね、お花屋さんが。だからね、結構もうすっごい。手青くなっちゃった。かわいいでそう、私の手てかわいいでそう。これ花瓶足らないわ。花瓶足らない事件。もし来年私がまた生誕祭を開いてもらって、皆さん、私に何かお誕生日プレゼントあげようかなと思ってる方、ぜひ来年私は花瓶をもらったら喜ぶかもしれない。なんかさ、お誕生日プレゼントあげようと思っててもさ、相手が何もらったらいいか分かんなすぎるからさ、言われた方が嬉しかったりするよね。白いバラ、私なんか結局ね100均とかなんですよ、あのあれが、花瓶が。だからなんかちゃんとしたこのお花に沿うような、まあ来年の話ですが
来年の話ですか。多分ね、もしね今からねあーって送ってくださっても今年にはねもうきっともらう頃にはねお花全部もう命なくなっちゃってるかもしれないし、来年ねこういう機会があったら、分かんない、来年もお花もらえるという確信はない、確証はないけどね。しかも私がこれお花を毎年持って帰りたいっていうの知ってるから、スタッフさんがその紙袋を二重にして待っててくださってたんですよ。私がそのお花と写真撮りに行くって言った時に、それもね嬉しいですよね。あとそう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 、ね、これ何これ何、このあ見て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 、これ何このマリモみたいなやつが下の方にいっぱいあって可愛いから持って帰っちゃった。何ですか。可愛い。なんか。わかんないんだよ、ちょっと丸い感じのやつなんですけど、これはちなみに何だったか分かりました、皆さん。アジサイなのかな、これ。結局オレンジはこっちか。何かあった、アリウムギガンチウム、え、ほんとだ、え、ありがとう、教えてくれて。なんで知ってるのねえ、なんで知ってるの、すごいんだけど、なんで、なんで知ってるの、本当にすごい、すごいわ。お花屋さんなのかな。すごいわ。あ、お花屋さんが知り合い、素敵。お花屋さんが知り合いで自分もお花の名前知ってたら嬉しいね。私お医者さん知り合いでも病院のことわかんないわ。足らないわ。もう赤入んないけどね、まだ赤あるね、オレンジとかも。そして何よりやっぱ青が一番多くて、私はまだ青を救出してないんですよ。だから青救出作戦。白もねいっぱいあるよ。ピンクもかわいいね、かわいいね。ありがとう、うちに来てくれて。よかったね、素敵なファンの人に選んでもらって。でも選んだのお花屋さんか。救出作戦、救出作戦。よいしょ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 。すごい、もうこんな感じになりました。もう入んないかも、この花瓶。こっちは今こんな感じ。これもこれもちゃんとしてもらってよかったね。あなたは、あ、
やばいやばいやばい、お花そうだよね、形変わっちゃうよね、ごめんね、本当にぎゅうぎゅうにしちゃってごめんね。元気になってね、いっぱいお水吸って、お水はただだから、ただじゃないの、水道代かかってるけど全然大丈夫、あなたたちの命に比べたら全然なんともないよ、全然プライスレスだからね、大丈夫だよ、いっぱいお水吸ってね。いい感じ。うわこれあとね10個いるかも。これがこれは、あごめんね、ピッ、これはこれなんか前も聞いた気がするな、この花なにって。これはちょっとこの辺に、私の持って帰り方が悪かったんだよね、ごめんね、本当にごめんね、こっちに来てくれてありがとう。やばいなぁ、やばいなぁ、ちょっとあ、やっぱこの子、ああこの子やっぱり根元がちょっと弱だな。一個これぐらいの大きいやつがあるんだけど、それはそのままね、花束を入れたいんだよね、だからそれはこれで使いたくなくて、あと私の好きなアセミソウもいっぱい持って帰ってた、見て、可愛いね、ありがとう。もう10時、もう10時。